You already saying shit over there? You talking shit? Come on, YouTube. Oh, you know what? I forgot to get my wire. I'll be right back. Gives people time to start showing up. Alrighty, I'm back. Alright. Oh, you don't want to go on a date this time? Jeez. I know we got something to do. Some stuff. Some people to talk to. And Glockin, so we'll go there.調子はどう?こんにちはなのです。こんにちは。強いプレイヤーと一緒ならファンなの。ファンね。僕がさ、ですが。ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって意気が、もっと暴れてくれればいいのに。あれこそが本当の強者だよ。 You know I'll fucking kill you, right? I don't want to talk to you, Itsuki. You creep me out. There's one. Yeah. Who's down here that wants to talk? Now it's these two. Oh, Rei-chan, ita ita! Rei-chan, konnichiwa. Okutaritomo, konnichiwa nano. Um. Jitsuwa, Rei. Kono kikai no koto na. Wawa. 宇宙船で見つけたシステム音声だよ。私たち、さっきまで宇宙船の中を探索し、最初は何やって動かなくて、もう壊れてるのかと思ったんだけど。私のとっさの起点で起動させてやった。起点って、何してもうんともすんとも言わないから、ムカついて蹴り飛ばしたってだけじゃん。まあまあ、それで動いたんだから結果オーライってやつだろ。それはそうだけど。 で、結局機械は動くようになったんだけど、こんな風に意味わかんない音声が、ほら、宇宙船内のシステム音声って全部バグってるでしょ。アファシス、それでレイちゃんに頼もうと思ったわけさ。おっと、嫌とはいい、その、あれだ、泣くぞ。うん、特に思いつかなかったんだね。でも 私もレイちゃんが引き受けてくれた。ほら、この音声、必死に何かを伝えようとしてるみたいでしょ。何言ってるのか、すごく気になるんだよね。ほらほら、レイちゃんのマスターもこう言ってる。なんて言ってるのか。え、調子乗りました。ごめんなさい。もう違うのです。私じゃなくて、この機械。え、この機械が？ はい。どうやら蹴られたことに対して怒ってるようですね。ああ、つまりただのハズレアイテムか。納得できない。この機械を動かすためにあれだけいろいろ試したのに。レイちゃん、他には何か言ってない？
You are a pipsqueak. ああ、聞いてた聞いてた。ああ、こいつは人にチビって言われると喜んでしまう。ねえ、ふか、こんないいアイテムを手に入れられたなんてラッキーだったね。ま、レンが喜んでくれ。そっか、私チビか。 You're a weird one, Lin. You're an odd duck. Now we have to go back into my room to talk to Itsuki. Really do not like that guy. I haven't liked him since the start. してた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされた。そういえば、さっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果、サーバー他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しいよね。すぐに。VRゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。うん。大型アップデートで。 それやが激増でも。その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性があります。ああ、運営あるあるだね。人が個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど、今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか？ そうですね。ユーザーとしてログインしている以上、システムへのアクセス。私も手伝うよ。ザスカーの。ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC から。大丈夫。人が定めた法律やルール。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーッと狩りに行こうよ。行く行く。 ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。こうやって全員集まるのも…オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行く？ちょっと待ちなよ。リーダーの…リード？ もちろん。だけど、このスコードロンのリーダーって。あ、スコードロンのリーダーにここはキリトさんやゼリスカさんたちトッププレイヤーがいる。別に気にしてないわよね。それはおかしくないかい？君はもう名実と。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入った。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。みんながいいならそれでいいさ。 ただね。いつきさん、それって私の力どうしたの？クレハ。言ってないだけ。<笑>なんてね。いつきさん、クレハ、あなたは十分強いわ。でも、シノン君、力にこだわっている。真剣な人を着ったのはあなたでしょ。ああ、それはむしろ僕はリーダーは強さだけで。え、そんなわけないでしょ。だけど、そうね。 リーダー、自然にそうなったというか、いつの間にか。最初は本当に初心者だったのにさ。あっという。そうなんだ。だろう。カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけど。特別ね。あんた自分が特別だっていう、そんなの答えになってない。いつも私の後ろについてきたくせに。あ、私と。 Really? Come on. So much fucking drama. Is this really how you want to die, Kureha?
remember my skills. Okay. What is this? Mission knife, flashbang. I messed with my skills and I haven't played in a couple days, so I'm trying to remember everything. I tried to warn you. Wow. I kind of feel bad. Nice fight, yo, Kurehan-chan. That wasn't a good fight. I'm surprised. Ah, as I said before, the leader was on the top of that. I don't want anything to do with it. You're a real bitch, Kureha. Alright, bye. Quit crying. I got shit to kill. Master, shonbori shicha dame. Zannen dakedo, sugu ni wa muzukashii to. Naze sore ga hitori o erabu koto ni naru no desu ka? Oka ni mo ne, hito ni wa daishi na mono ga iroiro to aru no. Ippai arimasu ne. Kureha no kimochi wa理解がソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでもPKで大好きでもGGOはみんなで楽しく銃を打ち合う世界なのですから。どうしたらクレハはGGOを楽しんでくる。そうね。ゲームは楽しむものよね。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんがGGOで何を目指し、私もそう思うわ。だから気持ちはわかるけど。 そんな寂しそうクレハちゃんもね。では、クレハは当分。レイちゃんは優しい子ね。もちろん、私も。でも、今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録。ええ。あなただけじゃなく。それなら、探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。私もそれがいいと思うわ。そういうわけで。 私もしばらく抜けさ、リアルでもここでもやらなければな。もともとSBCフリューゲルのクエストを今日スコードロンは脱退させてもらうわ。少し前から考えていたのだけど、SBCフリューゲルのクエストが終わるまでは、と思っていたの。これは仁義と私の気持ちの、そんな顔しないで。あなたは。Not everybody just fucking leave the squad. ご縁があることを祈っているわ。 Why are all the waifus leaving? ゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。なかったのです。でも、SBCフリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカはやだからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。残念ながら、僕はそうは思わない。人は突然離れ、引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？ 僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では、さっき言ったろ。少しは前のスコードロンに顔を出せと、パイソン君がうるさくて。もちろん、フレンド登録を削除したりなんかしない。僕は、冗談を。では、失礼。マスター、こんな偶然あるんでしょうか？ そして、
It's always some kind of fucking drama. これで今のところクレハさんだけでなくセリスカさんやイツキさん、セリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミング。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティースコードローンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽。だけど前に話したことがある。君はデスガンの件については、どこも以前話した通り、 事実を被害者の一人は薄塩タラコ、そしてもう一人は二人とも、デスガンと名乗るゼクシードに関しては、ただ問題は撃たれたその直後だ。二人ともまるでゲーム内で本当に殺されたみたいに。その後発覚までに少しタイムラグがあったけど、アミスフィアで死人が出るはずはない。だからゲーム内で殺されて、でもデスガンが撃ったプレイヤーが 死亡してデスガンはほとんど黒、もしくは事件の犯人を知っているかが現状としては、デスガンの正体も目的もその手段も何もかもがわからない状態なんだ。この一連の事件について俺は、 ある、これは極秘情報だから絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設。でもみんなのだって。そうだ、ナーブギアはソードアートオンライン事件。待って、それじゃどうして盗まれちゃったの？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということ。なぜ盗んだのか理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあれば ソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき二人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかも。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか、だから もっと積極的にデスガンを探してみようと思う。今度、BOB、バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。GGOの頂点を決める戦いだ。目立つ場所や、プレイヤー、新たな犠牲者が出る前に、俺が BOBに出場、BOBに登録する際に、選手は自分の普段を設定で隠していても、直接対峙すれば、アバター名が分かる。 できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したら、当然でしょ、いつもいつも自分だけ危ない。パパ、私なら殺されることはありえません。相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。そりゃ散々話したとかやな。こんな感じで説得する。 クレハやツリスカがBOBに彼女たちは強いし、名前も売れている。そうだな。街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず、危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする？メールを送っておくか。ああ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが何より君は今、すでに、だけど君無責任だけど、 なんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたら、またみんなで狩りに行こうな。じゃあ、俺は BOB の参加申し込み。まだ登録してなかったの？締め切りはもう。ね、ちょっと悪いけど、私もしば、あの、10。Oh my god。ですが、私が倒す。し、キリトには言わない。So nobody is going to be able to enter my party for whatever reason. メールで告げ口なんかした。 Okay, so we finally unlocked Kirito mode.
What does it mean for a limited time? What? What does that even mean? Why am I talking to you? I don't need to talk to any of you. I've already done this. Gotta go to Itsuki's room, I'm guessing. どうやら真面目な話みたいだね。どうしたんだ、デスガンが BOB にね。僕は今回の BOB には参加しないよ。キリト君と戦えるならアルファルドの雑用やパイソン君たちとの約束がいっぱいでね。いつでもどこでも彼らが一緒だし、むしろ君の方が有名人なんだから気をつけて。なんてね。 I don't like you. Master, Kureha tachi ga modotte kuru made ni ippai level o agete minna. Ah, mail ga kimashita yo. フレンドだったのですか。偽りの英雄よ。お前が手にした勝利者の名は力こそ全ての世界で、そのような偽りは許されない。決闘場への招待状をお前の自宅に送った。お前の動向は助けを求めることは許さない。和月様の罪による代償をですが、マスター、それは危ないです。キリトたちに相談しましょう。 私はマスターのサポート AIだから。だけどこれはそもそもなぜデスガンはそれでも少しでも冷静にデスガンと戦うつもりなら少しでも強くなりましょう。実は今度みんなにやってもらおうと思って、招待状が来ていない以上まだ時間はあるのですから、よく考えてマスター。です、絶対ですよ。 Isn't that the weapon shop that I go to? Or is it above? Oh, it's above. Oh. I didn't know there was a portal here.
think I'm gonna have to go with Silica. I like the idea of having another support. So we're gonna have to go with the waifu squad. Well, aside from Aerithem. Play around with the gadgets a little. Still gotta get back into the flow. Motherfucker. Asuna, what are you doing over there? You need to die. Realistic squirt gun. God, if that was an actual weapon. Oh, what the fuck? Thank you.
like dual wielding SMGs. I was trying to stick him. And of course there's a chest up there. I knew there would be. Burned Bill. God damn it. Okay, it went straight to my inventory. Fucking snipers. God damn it. You know, for having three supports, we're going down quite a bit here from one fucking sniper. That's all it is. Had enough of your shit. I'll revive them in a second. Why put an explosive barrel there if you can't hit him with the fucking thing? Really tired of snipers. Okay.
Fuck your feet. Ooh, I just got another legendary SMG. Neat. How come he didn't get paralyzed? And why are they so fucking slow all the time? Thank you. Oh, okay. I was really hoping those stun mines would work on him. You dead now.
Oh, that was the actual boss? What about that room back there I couldn't get into? I probably just missed shit. I don't really care. Whee! Oh, yeah. That felt good. Now what? Gotta go home. Okay. I think the end of the game is coming up. So what we might do here, is we might go check out Kirito mode real quick. Because I do want to do that. I do want to play Kirito mode. UFGについてさ、今はさ、まだ君レア中のレアってことだよな。それに拳銃でもライフルでもレアな銃はいろいろとあるけれども、でもUFGは違う。それはどんなにスキルを上げたって空間を移動するのは無理だからな。しかもできるようになっているのは君だけだ。プレイヤー同士の戦いじゃこいつは相当のアドバンテージだよ。どれだけ強いアバターでも 動かしているのは人間だ。不意を突かれれば隙ができるし、だから手の内を読み合って3手先、7手先を予測しつつ裏を正解に1つしかない銃で、世界で君にしかできない動きをされる。いや、でもユダウトッププレイヤーはみんな多かれ少なかれ隠し玉を持ってるもんだし、アドリブでの対応力だってさ、まあないとは言えないかな。ああ、 未だにデスガンが本当にプレイするに俺はデスガンの声をデータ、もちろん隠し玉、対人戦闘の切り札は持っているだろう。あのGGOにいれば、いつか出会う可能性はあるか。え？なんだって！それは確かに俺だって使ってみたいけどさ、アリゲニュードを欲しいけどさ、そんなお宝アイテムを簡単に人に預けちゃダメだ。ああ、うん。君にはかなわないな。 わかったって、そんな心配そうな顔しないでくれ。君がログインしていない時だけでいい。GGO初の機能なんだ。感触を確認できるだけでも助かるよ。ありがとう。<笑>それにこれなら仮に、もし仮に君の気持ちに必ず応えてみせる。約束するよ。ありがとうな。
さて、デスガンの調査を始めるか。まず、キリト君、急ぎましょう。ああ、そうだ。忘れてたんだけど、BOB には、今のキリトのアカウントはランキングにも入っているし、おとりには聞こうかと相談したら、俺の仲間、つまり、アスナだ。なんで聞こうかさんは、キリト君に危険なことに今度会ったらいろいろと話を聞く。聞こうか聖二郎。総務省の仮想空間技術管轄部門だけど、バイキリト君。まあまあ、気候課に使われるのも尺なんだけどさ。デスガン気候課から依頼を受けた時は、高等ザシードで作られた GGO で、プレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時に、ちょうど居合わせたプレイヤーが音速、あれには。本当に、気をつけてね。何かリアルでもどこでも。すぐに行くから。あ、大丈夫だよ。俺はかん。パパ、ユイちゃん。そうね。ユイちゃんとマパパはみんなを笑顔にできる力がある人でもかな。もちろんだよ。じゃあ、ちょっと。キリト君、気をつけてね。キリト君。武器や装備はしっかり整えて。Wow, that was terrible. キリト君。Make sure you've got the right weapons and equipment. BOB は強敵揃いです。もっと、まずは機構課が用意した別アカウントに。なんだ、結構小さいアバターだな。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらず。キリコ、タイプミスか。いや、あいつが適当につけ、髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。ヒュー、かわいい子じゃん。ねえ彼女、俺たちと見ようぜ。一人じゃつまん。あ、なんだこれ。顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応と。おいおい、虫はないだろ。虫は。どうしたの？シノ。いや、シノン。シノンってあのシノンか。俺シノンさんのファンなんです。BOB 出る全財産シノンちゃんに。そう。大丈夫だった？おせっかいな。あ、ありがとうございます。あなたは。あ、はい、私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから。あ、いけない。 BOB の3ギリギリで滑り込もうと思っていたから。あ、そうだ、キリコも参戦するの？それなら早くそこ。待て待て待て、なんでシノンが BOB ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リスト俺にまで黙って参加しようとするなんて。シノンは。あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。これで BOB の登録はよし。あとは選手リスト。ないな。やはりデスガンはアバター名ではない。試合中であればアバター名は必ず表示される。まずは登録終わった？予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。So am I going to be forced to use a sword and pistol? I mean, to be honest, even if I'm not forced to, I probably still will for story reasons. Level 62. Almost no dexterity. His defense is insane. What the fuck? Yeah, he's just got too, can't fuck with his weapons at all. He's always got his two swords, it looks like. Okay, so his first one's gonna be a sword and pistol, it looks like.
The second one is just gonna be sword. He's got a melee booster kit. I'm gonna have to make sure to make use of that. Okay. Spiegel. Yeah. 僕なんかじゃ予選ねえ浅田さん。あいや、シノン、君は相変わらずの課題評価ね。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？ああもちろん。シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットは。え？仲間のため。そして。待ってくれ、シノン。あの仲間のため、バカらしい。君はシノン。私違う。君は周りに聞いて。私は普通の弱い人。それはキリトやアスナたち仲間が支えてくれているから。私の過去も。君のことなら僕だって知っているさ。誰よりやめて。どいて予選あいつはさあ行きましょう。まずは、うん、他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これであっいや BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、迷彩を着てもかえって目立つかも。もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。シノン、ちょっと。は？俺、キリト。嘘。その。シノンさん、いや、シノン様、この度。まったく。事情は分かったけど。これは男のアバターだよ。我ながらかなりレアだと思うけどね。ついでに言うと、名前は気候家の趣味か嫌味だ。俺のせいじゃん。それよりもなんでシノンが BOB に出るんだよ。シノンはかなり名前が売れているんだ。問題ないわ。せめて理由さっき聞いていたじゃない。なぜあいつがあのデスガンが本当に殺人を犯しているなら、それだけよ。わかったよ。でもデスガンの本当の名前、アバター名がわかる。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもええ、アパートからログインだったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。一対一の予選でやす。了解。でも戦わなきゃ。もう準備はいい？そういえばええ、そう言っていた。なんか様子がおかしかった。そうね、あの後はどうかしてたって本当に反省してくれていたみたいだし、GGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成が。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化の教授。前にプレイしていたオリジンではリヒ・カレは俺たちがシノンと親しいことに嫉妬し、11歳の時シノン、浅田シノンが郵便局を襲った強盗の無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守った。そういえば SAO でシノンと出会ったのも、もともとはリアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器メデュキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。どうしたの？顔が。いや、ねえ、私が GGO に行きたいんだけど、深く理由は聞かずに賛成してくれたこと。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここ多分シノンであることが理由なのかもしれない。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は支えられでもいいと思うぜ。デスガンの尻尾を捕まえてさっさと帰ろうぜ。私が BOB に。ああ、めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ心配すると思うぜ。そうね、
さっき着替えをのぞ…ちょっと待ってくれ。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回。この話は予選を通過してからだな。それよりお互いが当たらないように。First match, me versus Shinon. B.O.B. の予選は一対一の勝負。このキリコは全くの無名だし。少しは派手に暴れてさらって。Coming for you. There you are. I forgot how to swing my sword for a sec there. I know there's somebody lurking in the chat. What are you doing? Yoshi, 初戦は無事に突破できたな。シノンはどうだろう？お前、キリコ、ふざけた、ナオ。俺は、こいつ。お前は、キリ。決着をつけよう。キリト、シノ、どうしたの？顔が真っ青よ。いや、少し休みましょう。ラフィーコフィン？なんでそんな人が GGO に。わからない。ラフィーコフィン、確か。あのエンブレムは間違いない。奴らはプレイヤー間で HP 全損はしないという SAO のリーダーのブーは快楽のために人を殺しているようだった。そして討伐隊が組まれ。あまり無理して話す必要はないわ。仕方なかったんでしょう。でも俺は自分が殺した相手の、さっきの男は俺が殺したプレイヤーの仲間だったのかもしれない。キリト、大丈夫、覚えているだろう。オリジンで俺は思い出すことができた。もしかしたら次の試合出られる。ああ、少しは落ち着いたと。気をつけてね。
無事予選は通った。もちろん。これで2人と数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置され、最初のポジションがデスガンの近くだったらいいんだけど、さっきのラフコフ、ボロマンドも決勝。どうしたのキリト？さっきやったラフコフの男の声。SAO で会ったか？いや、もっと最近なんだ。あいつの声、デスガンに似ている。ボロマンドも。キリト、デスガンの声。気候家が偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。話し方は少し…まさか…おそらく、そしてあのボロマンドは俺のことを覚えていた。エスターだのヒラメンバーではない。おそらく上級幹部か。俺はあいつと戦って…キリト…シノ、俺はあいつが誰であったかを。私には私のやつというか、11歳の時私が…そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれない。キリト、一緒に戦って。分かった。Let's do it. Let's kill the death gun.B.O.B. 本戦のフィールド、スカイシチョッコに狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動すると。まずはシノを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。キリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこい。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って一対一。いえ、一方的に追い詰められている。でもすごい動き。これはかなり強いわね。この調子ならボロボロのマントに。武器はスナイパーライフルかしら。ボッボッ。この距離じゃアバター名は表示されないわね。だけどその間迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてこ。アバター名を確認するまではデスガンだから、狙われている方は倒してみたのだけど、いけない。考えている時間はないわ。場所を移動しないと。キリト、まさか。そんな、変装のために別アカウントを。ほら、あの剣さばきは。名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。待て、落ち着け。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりした。安心してください、ママパパ。驚き、違和感、笑い。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット。オッケー、記念にいっぱい撮ってよ。あ、とか言ってる。あれ、おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって戦闘しているところ。なるほど。見て、誰かが遠くから漁夫の竜を狙ってるわ。へえ、女の。伊豆さん、あの。おいおい、シロ。待って待って、聞いてないわよ。シロ、なんでだろう。もうそれは危ないからって絶対禁止。シノさん、この前デスガンの話をしていた時に。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。私
総督府に行ってくる。待て。なあ。録画してあるから。ちょっと見せてくれ。これは、ラッ。おい、なんでジージ。わからない。私、菊岡さんにこのことを知らせてくる。ブレー。フィールドの中央というシノなら狙撃ポジションを確保して多分あの辺かな。シノ！シノ！キリトだな。ああ、我が名はデスガンだ。シンの力でさ、あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと、さあ。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になり。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は、さば、せいぜい、怯え、逃げ惑うがいい。待て、どういう。デスガン。おっと、生き残りは悪いけど、あんたのデスガン、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。レアなハイドスキルでも、シノ、ひどく青ざめている。とにかく、シノ、俺に捕まれ。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにはデスガンもそれを気にしたんだろう。どう。ひとまずこの中でかデスガンは大丈夫だ。さっきもデスガンがプレイヤーを殺そうとしていた場所がバレたからすぐに移動した。さっきも突然、もしかすると自分を透明化するようなガジェットの力。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃、反撃なんて考えることすらできなかった。だけど私はシノンは弱くないよ。さっきだって、今度は俺の番だ。キリト、一人で行くつもりな。そんなことはない。それでももう二度と仲間を少しだけ寄りかからせて。シノン、11歳の時私は人を殺した。 CGO に来て銃が全く平気現実世界の私もいつかトラウマキリトやアスナ。でも全く、だけどこのまま怯えているキリト危険だ。で、俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもん。それに、いや、そう、デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、どういうこと。1人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。どうしよう。無理よ、プレイヤー。そこなんだよな。プレイヤーの、だから聞こうかな。デスガンのアバター名を確認した後、ログを追跡して現実世界のやつを探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報も。 SAO サバイバーは住所や本名を全て、あいつの名前さえ思い出。ねえキリト、サスカーならプレイ。どういうことだ。景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受けてる。そういえば BOB 参加登録に住所の無知。シノンはまさか。私の家の場所。シノ、大丈夫よ。分かった。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺していた。正確には攻撃力の低い拳銃でだ。
メインウェブは別にあるのに、おかしいと思わないか。何か意味があるのだと思う。だからその制限を。おそらくデスガンは俺たちの後、シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦い。あなただけ危険にさらすことは。でも互いの能力を考えていきましょう。I'm gonna start watching Sword Art again. I love that anime. Be watching it for like the fourth time, but that's okay. Yeah, お前は俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも、お前の、いや、お前たちの手口は。俺の名は、お前は、己のしたことを、俺はずっと。覚えて、俺の標的はいつション。珍しい武器だな。じ作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもそんなおもちゃのように軽い剣は、これもこれでいいものさ。剣は剣だ。針のように細長い剣、エストック。確かヤツの鋭い立ち筋、あの時より格段に腕が上がっている。He's got a lot of health. おとなしく自首しろ。警察だってバカじゃない。お前のアバター名、お前は知らないかもしれないが、SAOもう終わりにしろ。惜しいな。お前は俺の名を。なぜそんなこと。俺はあの戦いの時、お前は俺のがここで俺に倒され、あの女が殺され。I actually don't remember who it is, even though I have watched the animeI don't remember who he actually is. Ow. I don't remember how to use my fucking gun. Like, that's what I was trying to figure out that whole damn time. Like, I know that using the deflection skill fucking doesn't let you use your gun for a while, but like, that was a really long time to not be able to use my gun. BOB 本線のフィールド。遅いわ。Can't believe it's gonna make me go through all these fucking cutscenes again. I honestly can't believe this shit. まさか。フィールドの中央というと、ひとまずこの中で隠れていよう。
死ぬ覚悟はできた。珍しい武器だな。GGOに。おとなしく自首しろ。警察だってバカじゃない。お前のアバター名から。これでどうだ。使うぞ。That's bullshit. Gotcha, bitch. Origin. なぜ俺を狙う？討伐隊として、そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人、偽りの力を振るうお前に裁きを与え。このエストクツカル、ラブコフの幹部である、黒の装束の毒ナイフツカル、ジョニー、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪。どうした。このままでは。その赤い目、思い出した。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。
これで終わりだぞ。名前が分かった意識共犯者もすぐ捕まるだろ。まだ終わらない。終わらせない。終わったのね。ああ、やつの名前は分かったけど、共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつは恐る。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。ログアウト。そうだな。参ったな。モニタの二人で同時優勝はどっ。それができればいいけど。どう。お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に岩にグレネードを転がす。ほらこれ。ん、わLet's just let's just casually, you know, a suicide. It's a casual double suicide. Asada-san, B.O.B. 優勝おめでとう。ごめんね、突然。でもお祝いしたくてさ。ちょっと待って、今開けるから。その辺に座って。お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。大会前に話をしたよね。はあ。浅田さんは。あ、どうしたの。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒に。この黒髪、決勝の時に一緒にいた。なんてあいつと一緒。シーカワ君、浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だ。動いちゃダメだ。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。僕と君はこれで一つになるんだから。浅田さん、浅田さん、好きだ。覚えている。図書館で銃のカタログを僕はすでに知っていたんだ。街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子な。愛してるよ浅田さん。愛してる、愛してる浅田さん。浅田さん、浅田さん。シノン、キリト。シノン、ずるいよ。勇気。でもみんな、みんなごめん。驚いたわ。ビープ、ごめん。でもだかね、そんなの止めるに決まって。あなたが無事で本当。あの、パパも無事でよかったです。おかえりなさい、キリト。ビープ。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それならストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター。やめてくれよ、あれは永久封印だ。というと俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから。もったい。その菊岡さんだけど。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。そうだな、俺も驚いたよ。これは菊岡。デスガンは二人いたんだ。その一人は進化は教師、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという。そしてもう一人が教師の兄、進化は小一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさか。事の発端は結構複雑なんだ。進化兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、跡継ぎ候補は教師になり、でも教師の成績は伸びず。そんな中でも翔一と教師の仲は良かった。特に教師は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していた。教師にとってそれは現実の重圧から解放。模試の結果に。そして
シンカは兄弟は GGO で、教授はシュピーゲル。みんなも小一はステレベ。これはドイツ語だったらしい。なんでそんな名前をつけた？さあ、予想はできても本当のところはわからない。それに、ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは小一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル公愛局明細機能。おいおい、そん私も初耳だ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつ、そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。その頃、キャラクター育成につまずいた教師はトップ、その話の中でですが、ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと薄塩を立つ。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず。ああ、僕も噂を聞いた時はただ進化は兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。進化は君は私が狙いだったのよね。そして小一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの、いや、小一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。何より死よりもっと深い傷を、あいつは俺を引き寄せ、記憶を封じ目を向けることすらなく。キリト、自分を責めちゃダメ。もちろん私、シノン、ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者、彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど。お兄さんの方はよくわからないけど、進化、いいえ、トッププレイヤーになりたい。それは強くなりたい。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GG、 たくさんの時間をつぎ込んで、それは単なる現実逃避かもしれない。でもうまくいかなくて、彼は、だけどその根源にある気持ち、そうだ、もちろんそれが人を殺めていい理由には、リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、聞こうかに伝えて。最後にもう一つ重要な話がある。嘘の可能性もあるけれど、この件は引き続き機構課持っている。君も仲間たちに、待て、あ、そうか、今日は来てなかった。クレハもゼリスカもイツキも。じゃあアバシスさんにメールを。あ、内容は極秘だから時間が。わかりました。おかしいです、このエラ。なんだって。無理よキリト君、 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからない。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか。聞いてないよ、多分みんな。そうね、リアルの情報なんか聞かなくても問題だ。ユイ、アバシスがどうなっているか。やってみます。ストレア、はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある。私も手伝う。あ、街に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの。Is that the end of Cure? Okay, so it's...Oh god. Maybe we should just, Can I put on his original outfit? There we go.
I need it to save first. Just in case. Oh wait, is it gonna pull me into Kirito mode because that's where I last saved? God fucking damn it. This game. Alright, time to find out how my character died or something, I don't know. I've been streaming for a little bit now. This is the only skill in the whole game that's exclusive to pistol and sword. It's pretty lame. What was the other thing that I got? Oh, some kind of skill. It's two skills, I think, actually. Phantom Bullet. Meh. The other one might have been a gadget, actually, but I'll take it over the grenade, I guess. Just in case it comes to a situation where I really need to revive somebody. Kireha is my childhood friend, but she's kind of a bitch. Meanwhile, Zaliska has bigger titties and is really nice. Master ga mamoranakucha ikenai to omou no wa wakarimashita. Wait, why am I equipping nerve gear? Oh, that's what they shipped me. I'm in a blocked scene. Fucking PlayStation. Alright, so I guess what I'm gonna do here is just read out what they're saying and hope that it unblocks it when I get to the good stuff.
Where are we? She is asking why he is here. I was standing by at your home until just a few moments ago. Kureha is here. What are you doing here? Wait, don't tell me. Is it because of death? No, never mind. I don't want to see your face. Hurry up and log out. Go on and get out of here now. Still being a bitch. Zaliska's here saying that nobody can log out because it's been disabled. Itsuki's here being all Itsuki. They're explaining that everybody got the message to come and fight Deathgun. Kureha is trying to say that she doesn't care if she dies. Bitching about how her sister is better than her, like she has all fucking game. They're talking about how all of them were sent one of the stolen nerve gears that they mentioned earlier. Zaliska, she revealed that she's an admin. She's a programmer. And now I have to look for Deathgun because he's not already here. Is it still blocked? Fuck. It is still blocked. Well, this is a shame. Y'all aren't gonna get to see the end of the game. Alright, well, if this is the case, then I'm gonna go ahead and end the stream here, and this will probably be the end of the series, which is unfortunate because I just really feel kind of like a dick not showing y'all the actual end. I guess if you want to see it for yourself, you'll have to either check it out on another channel or, I really highly suggest playing the game for yourself. Through all the talking, it's kind of annoying, but the gameplay is really fun and solid and plays pretty smooth, so if you enjoy looter shooters and a good single player storyline, it's going to be a good game for you. But with that note, I'm going to go ahead and end this episode here. And
I'll see y'all next time when I'll figure out what we'll play. Actually, it'll probably be Bloodborne. Tomorrow's probably going to be Bloodborne. So I'll see y'all then. Later, everybody.